UCI ウィメンズワールドツアーヘントエベルヘム GCN プラスのロードレスハイライトでお届けします。雨模様の中スタートを待つ選手たち、 SD ワークスのコペッキーやウィーベス、 UAE バスティアネリ、 DSM のファイファージョルジ、トレックのファン・アンロイと今シーズン活躍中の選手たちが並んでいました。コースは第一次世界大戦の激戦区となったフランダース平原を駆け抜ける 162.5km、 残り 65km のスヘルペンベルクから始まるトハンシリーズでレースは本格化します。バーネベルク、モンテベルクと続き、大会を象徴する石畳の激坂ケンメルベルグを東と西から2回登ります。ただでさえ厳しいコースに雨と風というファクターがどうレースに影響するでしょうか。集団一つのまま最初の登り、スヘルペンベルグに差し掛かっています。 DSM 勢が集団の前方を固めています。しかしやはり雨でナーバスな集団内、落車が発生しました。ここに優勝候補の DSM ジョルジが巻き込まれました。ジョルジはこの後集団に戻っていますが足を使っています。2度登る石畳の激坂ケンメルベルクで SD ワークスのコペッキー、キャニオンスラムのニエビアドマ、ユンボビスマのヘンダーソンが抜け出しました。ケンメルベルクを経てメイン集団はご覧の分裂状態。しかし集団は少しずつまとまりを見せます。逃げていたコペッキーたちをここで吸収、一旦これでレースは振り出しに戻りました。しかし今度は集団の前方で大落車が発生です。これには再び DSM のジョルジ、さらにはバスティアネッリやチームメイトのコンソニ、トレックのブラントラが巻き込まれました。残り40km、2回目のバーネベルグで SD ワークスのマーレン・ローセルが単独で抜け出しました。ローセルから1分10秒遅れのメイン集団が最大の勝負どころ、ケンメルベルクにやってきました。集団の前ではローセルのチームメイトコペッキーが目を光らせていて、他のチームとしては攻め手がありません。ケンメルベルクを置いた集団と先頭ローセルの差は残り27キロで2分まで拡大しています。ペースの上がらない集団からはキャニオンスラムのシャリボサイツがアタック。この動きをきっかけに強力な追走グループが形成されました。トロフェオアルフレドビンダで勝利したばかりのファン・アンロイ、ユンボのエースヘンダーソン、そしてこの日2度の落車に巻き込まれたジョルジがこの追走グループに入りました。それでもタイム差を持って逃げ続けるローセルに残り5キロでアクシデント発生です。なんとコースをミスしてしまいました。確かに立証や観客の立ち位置が紛らわしくはありました。しかし稼ぎ出したタイムギャップは十分、残り1キロでタイム差は2分33秒、むしろ拡大しています。昨年のツールドフランスファームアベックスイフトでも厳しいグラペルステージを独走勝利したローセル、40キロに及ぶ独走劇を演じてみせました。一方の追走集団は2位争いにフォーカス。しかし牽制をしている間に大人数のメイン集団も追いついてきました。2位争いは集団スプリント。早掛けで飛び出していた DSM のミーガン・ジャストラブがそのまま踏み切って先着を果たします。21歳のアメリカ人選手が高い結束力を見せる DSM チームの1日に報いるスプリントを見せました。優勝したローセルはジョイとしての顔も持つスイスを代表する選手。強力なエースを擁する SD ワークスでは最終局面でのアシストを担うことが多い彼女ですが、この日のタフなコンディションは彼女の逃げ切りを生み出しました。3位にはキャニオンスラブのファンデルダイン、以下ユンボのスウィンケルス、フェニックス・ドゥクーニックのシュバインバーガー、 UAE バスティアネディ、ウノ X のバーカー、 F デジのコッポーニ、ユンボ・ヘンダーソン、キャニオンスラブのボサイチというトップ10でした。いよいよ翌週に大一番のロンドファンフランデーレンを前にして最高のチーム力を見せつけた SD ワックス。しかしチームとしてのまとまりを DSM も見せました。北のクラシックの大一番はさらなる混戦が予想されそうです。4月2日に行われるこの女子ロンドファンフランデーレンをオンデマンドサイクリングプラットフォームの GCN プラスではライブで配信します。女子レースにも日本語の実況解説をつけて世界最高峰の戦いをお届け、男子レースと合わせてお楽しみいただけます。ぜひサブスクリプションを。